ショータイム。二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、うん、エニアグラムの、うん、タイプ1の詳細分析の動画を見てコメントをくださいました。うんうん、KL さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。KL さんから、うん、こんばんはと、うん、夜なんですね。はい、こんばんはと。タイプ1についての批判を見ると、うん、ぐさっとくるのと、うん、頭の中には批判者が常にいるため、うん、1ウイング2のを辞任していたが、うん、タイプ2の動画を見たところ、うん、それもまたぐさっときたと、うんうん、他の方と話していると少し混乱してきましたと、うん、エニアグラムの話をしていたら混乱してきたんですかね、うん、で、あるあるですね、 僕ですかね。で、善にこだわるという共通点はありますよね、うん、まあ、善にこだわるっていうのは多分どのタイプもこだわりますかね。善、うん、よくしたいとは思ってるんじゃないですか。善、その善が、はい、善の定義、善の定義というか、まあ、善はなんとなくわかりますよ、はい、だけど、はい、その善のために何かを犠牲にしたりとかっていうのは僕はあんまりないですよね。でも僕が良くなろうとはしてるわけですよね。ん、僕が良くなろうみたいなのは、僕は良くなろうみたいな、あの、良くなろう、例えば、はい、まあ、一番簡単な話でいくとお金だったりするじゃないですか。お金を稼ぐために、お金を稼ぐために多少のルール違反ぐらいは、はい、あ、なるほど、みたいな思いは結構あったりとか。なるほど、うん、だと、まあ、1ウイング2と2ウイング1は善にこだわるという共通点がありますよね、うんうんうん、で、質問としては1ウイング2と2ウイング1ってどんな違いがありますかっていう、うんうん、で、まあ、何にグサグサ来たかですよね。はい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 、うん、でも、もうなんかこの善にこだわるっていうところがありますよね、うん、っていうのは、うん、なんかもう1の匂いはしますよね、しますよね、うん、その僕は若干この肩を組みに行った6の部分があるんですけど、ありますよねって、うんうん、分かるよって。善っていう、まあ、2もなんか善はあると思うんですけど、はい、特に1ウイングとかなれば、はい、だけど 善を多分そんなに意識しないんじゃないかなと思うんですよね、はい、なんでもちろん読んだかもしれませんが、うん、ちょっとご紹介、はい、こちらのエニアグラム、あなたを知る9つのタイプ、うん、ドン・リチャード・リソさんでございます、はい、で見ると2のウイングを持つタイプ1、うん、擁護者とあります。このサブタイプの人々は理想や工事の原理を求めるとともに、うん、他者への共感と慈愛を持っていますと、うん、別のウイングを持つサブタイプほど、純粋に理想主義者ではないけども、うん、人類の行方をより良いものとすることに純粋に関心を持っていますと、そして自分が支持する変化をもたらすためにもう一つのサブタイプよりも現実に関わりますと、また明白に情熱的で人との付き合い政治的な関わりのギブアンドテイクを楽しむ、このサブタイプの人々は他人をわざわざ説得して自分の主張や信念に関心を向かせますと。なんで、あの、最近の動画で、あの、マルさんっていう人と、あの、対談みたいな動画を撮ったんですけど、そのマルさんが1の1だと思ってるよ、だけど同じぐらい2も強いよっていう方で、またその親御さんが、お父さんがタイプ1、お母さんがタイプ2っていうところで色濃く出ているみたいな動画がありますので、もしよろしければ見ていただければと思います。で、またすいません、今の申し上げた2のウイングを持つタイプ1の先ほど申し上げたのは健全な状態で、通常の状態は、このサブタイプにおける通常の段階の人は極めて行動的で外交的ですと、自分が求める理想や改革のためにかなり強く主張してパワフルになる、で、一人でも快適に過ごすことができ、充電して考えるために多くの一人になる時間が必要ですと、で、人との関わり、特に
討論して自分の考えに磨きをかけたい、で活性化すると。このため関わっている規模の違いはあっても自然に政治的なものに長けることになりますと。自分が影響力を与えていると感じる限り他人のニーズを重視する。フラストレーションを感じているときは批判的になってイライラして遠慮なくはっきり言う、なんて書かれています。じゃあもう一個、2のウイング1の人の、健全な状態、尽くす人とあります。このサブタイプの人々は良き人間、この良きっていうのは良っていう字ですね、良き人間であろうとして無視、私がない無視の行為に努力する中で、心の温かさに目的意識のある真面目さが加わりますと。なんでタイプ1の道徳感とタイプ2の共感の組み合わせは人の苦しみを和らげたいっていう欲求につながります。こうした人々は他人が避けるような報いられない魅力的でない仕事をも進んで引き受ける。で別のウイングを持つもう一つのサブタイプよりも真面目で明らかに面倒見がいい、もう一つのっていうのは3のウイングと比べて、でこの人が通常の時は自分の利己的な態度や感情と戦わなければいけないと感じる、他人の幸福に対する責任を負っていると感じて一般的に従順で礼儀正しく自分に厳しい、感情に動かれやすいとはいえ自分が注意を引くのは心地よくないため感情表現を抑制する傾向があると。裏方で働くことを好むが他の人の人生において自分が重要であると感じたいという気持ちがある、なんて書かれていて、要は1と2だと、センターが違う、ガッツセンターとハートセンター、なので1だとすると多分変えたいのは人とかじゃなくて、なんか自分がなんか自分っていうのがあって自分が心地よくないものを変えたいって思うのかなって、まあ、なん理想だと思うんですよ、自分の中の理想、理想があって、はい、こういう世の中が理想、はい、みたいなところに向かおうとする、はい、1の人間に、はい、でまあ、逆に2の場合は、はい、人から重要と思われたい、人に向かってるんですよね、その自分の信念とかじゃなくて、人のためになりたい、人から大切な存在と思われたい、思われたい、はい、っていうのが多分根本にあるんじゃないかと、はい、なんでまあその辺、なんかあくまで自分が思ってるものにしたいのか、人のニーズ、人のニーズに応えたいのか、だから応えてあげられる私みたいな、積極的に関わってくってあったじゃないですか、1のウィングに、はい、こういらんところまで積極的に関わって、はい、あなたはこうした方がいいよ、はい、的なあなたのために私のニーズは違うんですっていうのが多分1だと思うんですよね、はい、で2の場合はあなたのニーズは何やってあげるやってあげる、あそこまで私がやってあげるみたいな、でそこに対して、まあ、こうしたらいいよは出てくるかもしれないですけどね、出てくると思う、はい、思いますけど、でもあくまで人のニーズ、人のニーズなんか感じは、理想が多分一番強いじゃないですか、なんでその先ほども申し上げた丸さんとの動画、丸さんがしきりにおっしゃるのは、やってあげる、やってあげるっていう感じはとても強いですよね、私がやってあげる、はい、まあでもそのやってあげるもにもある、まあそうですね、けど、はい、多分裏方なんですよね、はい、裏方だけどやってあげるっていうかやってあげたに近いんじゃないかな、あ、はいはい、いつもやってあげてる、はい、に近いんじゃないかなと思います。なんでその、まあ、そんなこと聞かれてないんですけど、その丸さんがおっしゃっていたのは、そんなその自分がもしくはそういうので悩んでいる時は、自分をケアするといいよって言ってました、悩んでいる時とかは、その、まあ、対人で、マルさんの場合は、まあ、対人で悩んでた感じですね、はい、なんでもしかケールさんが対人で、まあ、悩みは基本対人関係で起こるよと、もしアドラーですね、はい、悩んでるんだとしたら、対人関係とかその考え方を直そうってする前に、なんか自分が気持ちいいこと、体感的に温泉に入る、温泉に入るとか、そう、
あのお気に入りの美容院に行って、すごい可愛くしてもらうとか、自分にお金をかけると、あの気持ちよくなるかもしれないですね。なんて思ったり、はい、そんなこと聞いてねえよって話です。そう、悩んでるじゃん。一言も言ってない。一言も言ってない。あ、悩んでるすればタイプに悩んでる。はい。1と2のウィング、2とウィンド、1のウィングはどんな違いがありますか、っていうので。両方ぐさぐさきたから。はい。で、そういうとこですねって。っていうところですね、はい。はい。というところで。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。